皆さんこんにちは、ゆりなです。今日は娘のニコちゃんが離乳食初期を迎えたので、ハンドミキサーを使った簡単な10倍がゆの作り方をご紹介しようと思います。まずはじめに、10倍がゆって何？ってなる人もいると思うので、10倍がゆについて簡単にご説明します。1に対して10倍のお水で炊いたおかゆのことです。動画では米80、水 800ml で作りましたが、多すぎたので1週間の離乳食ストックをする際は米30、水300でお作りすることをおすすめします。こちらが今回準備したものです。今回は米30、水300に仮定してご説明します。まずはじめに米 30g を水で洗います。この時炊飯器の釜で洗っていただいても構いません。次に洗った米に水 300ml を入れます。この時ザルの中に私は入れていますが、炊飯器にそのまま入れていただいても構いません。結局すべて釜の中に入れます。初めから釜の中に入れればよかったなと後で後悔しました。炊飯器に釜をセットします。水が10倍なので結構ひたひたになります。おかゆモードで炊飯します。おかゆモードがない場合、通常モードでも大丈夫ですが、吹きこぼれには注意してください。この時しゃもじでささっと混ぜてください。ここでハンドミキサーの出番です。我が家ではブラウンのものを使用します。ヘッドの部分が取り替えられるのでとっても便利です。こぼさないように気をつけて容器に移します。粒がなくなるまで15秒程度ミキサーにかけます。やりすぎるとお餅みたいになるので注意してください。15秒程度ミキサーにかけると粒がないサラサラのペースト状になります。こんな感じです。我が家では10倍がゆを1週間分入食ストックするので、専用の容器に分けていきます。少し冷ました後、蓋をして冷凍庫に持っていきましょう。それではニコちゃんに実食してもらいましょう。本日のメニューは10倍がゆとヘビー麦茶です。ストロー飲みにまだ慣れておらず、ほとんどこぼれるので150ml入れてます。いただきます。我が家では離乳食初期から使えるスプーンを使います。はじめはパクパク食べれないので、まずはスプーンを舐める程度で慣らしていきます。生後4ヶ月から練習していたマグマグも少しずつ飲めるようになってきました。いかがでしたでしょうか。これから離乳食をスタートされる方も、もう始まっている方も、子供の成長を楽しみながら育児頑張っていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。